どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうとやっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、私埼玉県川口市にやってまいりました。今回ご紹介するお店がですね、担々麺屋さんで栄吉さんというお店なんですけれども、なんとですね、こちらのお店2021年に食べログ100名店に選ばれた、人気店でございます。で、今回ですね、看板メニューである担々麺の激辛メニューに挑戦していきたいかなと思います。3段階の辛さが分かれてるんですけれども、一応ね、裏メニューでなんか激辛にもできるよと、もっと汗かけますよと情報をキャッチしましたんで、今回ですね、こちらの担々麺の激辛に挑戦していきたいかなと思います。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。埼玉県川口市にある担々麺屋栄吉。名前から分かる通り、店主は日本を代表するロックボーカリスト矢沢永吉さんの大ファン。味、サービスともには評価が高く、2021年食べログ100名店にも選ばれております。今回はそんな店主が魂を込める激辛担々麺をご紹介したいと思います。まずは食感豊かな中華麺を茹でていきます。続いて鶏と豚の背骨や野菜などを煮込んだ出汁を加え、ごまや調味料などで作った担々麺の素を投入。さらに豆乳を加え、クリーミーに仕上げます。主な辛味付けは3種類の香辛料を使用。1つ目は中国生まれの唐辛子ペースト、2つ目は栄吉自家製のラー油、最後に激辛唐辛子のハバネロパウダーを加えていきます。茹で上がった麺は丼へ。もやしにお酢と塩、ごま油を加えトッピングします。仕上げにひき肉、ニラ、ごま、中国山椒、卵を加えたら完成。栄吉激辛メニュー、担々麺激辛のお目見えだ。はい、というわけで来ました。こちらが栄吉さんの担々麺激辛でございます。これ裏メニューですかね。これメニュー表にはない辛さでございます。これね、過去にギネスに登録された唐辛子ハバネロを使用した、激辛メニューでございます。ちょっと楽しみだね。はい、じゃあちょっと早速いただきましょう。いただきます。さあ、担々麺激辛、お手並み拝見ですよ。ということでまずはスープからいきましょう。いただきます。やはりこのハバネロを使っているだけあって強烈なパンチ力、豆乳が入っているので若干まろやかになってますけども、ちょっと卵でお口の中を癒しましょう。ハバネロと山椒で大変なことになってる。昔はなんかジョロキアソースとかジョロキアとか使った激辛もやってたらしいんですけど、これでも十分辛い。
小ライスいいですか。はい、汗が止まりません。これスープ終わったんで、具材と麺は食べ終わりました。で、これね、一応なんかこれ麺類の麺類注文すると無料で小ライスがついてくれてるんで、まあこれね、せっかくだからこれ小ライス注文して、まあ、これご飯結構入れて食べるのが普通らしいので、これ入れて食べていきたいと思います。練りごまとひき肉の香りが口の中に広がりますね。美味しい。けどから。ごちそうさまでした。これは申し分ない、申し分ない。からから、まあ、ハバネロだけだったらまあまあまあそこそこ食べれそうかなと思うんですけども、ハバネロプラス山椒も入ってたということで、辛さとしびれが加わることによってより辛みを感じたかなと思いますけども、それでは辛さレベルの発表していきましょう。栄吉さんの担々麺激辛辛さレベル、じゃらららじゃ辛さレベル8です。8になります。はい、2021年食べログ100名店に選ばれてるだけあって、濃厚な味わいが楽しめるこのスープ、非常に美味しかったですね。まあ、あの辛いの苦手な方は普通にね、普通の辛さとかもありますので、まあ、よりね、美味しく召し上がれるのではないかなと思います。矢沢永吉ファンの方にはたまんない、お店かなと思うんでおすすめです。ということで、今回やってきましたけれども、今回も行きましょうか。お便りコーナーということで変なコメントが来てるんで、今日も読み上げていきたいかなと思います。ペンネームめぐこさん、片桐はいりさん、お久しぶりです。最近のライブ時間遅くて参加できないです。安定の霧吹きでの演出お疲れ様です。いや、誰が片桐はいりだ。僕の汗は霧吹きでやってるわけじゃございません。ペンネーム味方正義さん、肉まん3つとカレーまん1つください。うちコンビニじゃないわ。